FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではインバスト証券さんのオートパイロット型裁量 FX トライオートの仕掛けについてお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。なお、この動画は小手川幸也が個人的に作成したものであり、インバスト証券さんは関係ありません。ということで、まずはね、チャート画像をご覧いただきたいと思います。その名の通り、ユーロ円の、レンジを作っていきたいんですけども、土曜日ですね、土曜日に、来週の戦略というのをいつも上げてまして、そこでもちょっとこの辺りに一本ラウン引きたいなということはお話したと思うんですけども、引きました、この、水平ラインと呼ばれるもんですね。はい、冷やしチャートで。でですね、もうできたら今日の朝から動かしておけばよかったなというチャート形状にすでになりつつあるんですけども、こことここの間の、レンジの仕掛けを作りたいと思います。またまたレンジですね。はい、なぜかと言いますと、やっぱり今っていうのはちょっとレンジ状態だなと思っているので、ちょっとユーロドルに関してはね、かなり下を試しに行ったりしたんですけども、こっからまたユーロ円がガクンと下げたりとか、あるいは上に行くっていうことをちょっと考え、どうなのかなーって、いや、どちらかといえば上の方が怖いかなという感じです。はい。でですね、いつも通り、これトライオートのリアル口座の画面なんで、ちょっとここだけアップにしましょうか。はい、作り方は、いつもちょっと今、この、ガムテープ貼ってるところで隠れてるんですけども、注文作成ボタンをクリックします。そうしますとですね、通貨ペアが選べるので、ユーロ円を、選択いたします。はい、そして右の方にこちら売買方針ですね、またレンジですので、レンジを選びます。はい、レンジ幅、ピップス書いてるんですけど、これはちょっともう後で変更するので、もうここのままで20ピップスのままで OK を押して、はい、ここですね、ここの鍵マーク、こちらをクリックすると、はい、ここが変更できるようになるので、買いが、いくらでしたかね、137.810 ですね。137.810 で入力します。810。はい、で、上がですね、139.060。139.060。139.060。139.060ですね。と獲得ピップスは、125ピップスになります。はい。なので、逆差しも125にしておきましょうか。125と。はい。で、こっちも、入れないとダメですね。こっちもじゃあ125にしておきましょうか。どちらかでも上の方が怖いって言ったんですけど、ここの辺ピップスサーバー一緒にしておきましょう。はい。はい。といった感じですね。はい、ちょっと残念なのは、今すでにロングポジションを持っていたかったなというところですね。で、最大連敗数、いつも通り1にします。1にしておけばね、2回、2往復、ごめんなさい、1往復ですね。片道で1往復もし取れただけで、次、もし、違うわ。あ、そうですね。次、もし、負けてしまっても、片道分の利益は残るということで、いきなり言っても、その片道が失敗するかもしれないんですけども、一応そういった理由ですね。先日もね、トライオートの、失敗、大損失敗というタイトルで YouTube に上げましたけども、そこでね、人から説明されたときに、なぜその幅にしたのかとか、なぜその仕掛けを作ったのかということを、ちゃんと説明できるような内容にしておいた方がいいですよということをお話したんで、今回、なぜかと聞かれたら、先ほどの、自分で引いたトレンドラインをこの幅にしました。そして、この損失ですね、逆差し値もここの利益と一緒の幅にしました。そして、なぜ最大連敗数を1にしているのか、これも今言った通りですね、1往復でもし成功したら、その次、例えば、損失というか、逆差し値引っかかってしまっても、片道分の利益が出るということですね。はい、ちょっと長くなりましたけども、こちら、名前を付けます。はい、レンジ、06166ですね、0616。はい、
で、オンの状態になっているので、これで稼働を押せば稼働します。はい、よろしいですかという注意が出ました。 OK と、はい、動き始めました。今日はね、月曜日で営業日なので動き始めています。ということでね、現在稼働しているのは、米ドル円レンジとユーロ円レンジということですね。はい。でですね、まあ、いつもお話してるんですけども、そのインバース証券さんのトライオートと、私のブログのタイアップキャンペーンというのを行っており、タイアップ専用バナーからの新規口座開設と条件を満たしますと、キャッシュバック5000円がもらえます。通常のキャンペーンに上乗せ可能というお得な内容になっております。で、この動画の解説欄に URL を貼っておきますので、もし興味を持たれた方はそちらもご覧になってみてください。はい、ということでね、今回またトライオートに関するお話でしたけれども、これ以外にも特に要望の多いね、バイナルオプションについてもまた動画をアップロードしたいと思っております。はい、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、私のブログはこちらの検索キーワードで検索してみてください。ということで、今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。